こっちはオッケーだ。カカシ、やれ。了解だ。さくら。はい。よし、行くぞ。みんな、準備はいいな。カカシよ、なぜあの小僧は田里のガーラをあそこまで助けようとする？あいつも人中力です。それも九尾を封印された。確かにナルトにとって砂隠れ自体には大した思いではないでしょう。しかしガーラ君はあいつと同じ人中力です。砂隠れにいるどんなものよりもナルトは彼の気持ちが分かってしまう。どの里においても人中力を見る目は冷たいものですからね。だからこそ助けずにはいられないんですよ。ナルトにとってガーラ君は同じ痛みを知る仲間です。仲間か。ばあちゃん、ばあちゃん。なんじゃ。なんじゃじゃないってばよ。準備はできてんのか。おおお、そうじゃったな。すまぬ、わしの方は問題ない。よし、そんじゃ行こうぜ、カカシ先生。ああ、さーて、どいつが人中力かな。イタチのやつは一番初めに怒鳴ってくるやつだと言っていたが、あれは、遅かったか。メーラ、てめえら、ぶっ飛ばす。あいつか、なかなか面白そうなやつじゃねえか。ふん、面白い面白くないは関係ない。さっさと仕事を終わらせるだけだ。旦那、これ言ったら多分怒るだろうけどよ、あの人中力はオイラがやる。おい、ノルマは一人一匹だろうが、図に乗るなよ、デイダラ。芸術家ってのは、より強い刺激を求めねえと感情が鈍っちまうもんなんすよ、旦那。九尾の人中力はなかなかに強いって噂だしな。てわけで、風かけはオイラが預かるぜ。じゃあな、旦那。待ちやがれ。ナルト。やっぱり止まらないか。ナルトと俺は外のやつをやる。サクラと千代婆様は中のやつを頼む。
わかった。なんで俺がこいつらの面倒を見なきゃならねえんだ。久方ぶりの対面だというのに、随分な言い方じゃな。とうに引退した身のあんたが、この俺にかなうと本気で思っているのか。それは、やってみなくてはわかるまい。減らず口よ。減らず口かどうか、試してみるか？安い挑発だ。だが、いいだろう。あえて乗ってやる。やつめ、ヒルコを脱ぎ、ヒルコ？先ほどまでのあやつは、ヒルコという傀儡をまとっていた仮染めの姿に過ぎぬ。じゃあ、それを脱ぎ捨てたってことは。ヒルコも気に入っていたんだが、あんたとやるにはこっちの姿の方がいいだろ？なあ、千代婆様よ。これが本当のサソリ？さあ、地獄を見せてやる。なんてやつか、この状況。でも、私は。3年前、ナルトと約束したんだ。今度は、2人で一緒にって。だから、私は、こんなところで、こんなところで、負けるわけにはいかない。さくら、接近戦は私に任せてください。千代婆様はフォローをお願いします。何を言っておる。お前では。すみません、でも引きたくないんです。私には約束があるし、それに綱出師匠から受け継いだ魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。こやつ。負けん気だかなんだか知らねえが、そんなもので俺に勝てると思うなよ。へへ、さすがは綱出姫の弟子。いいじゃろ。さくら、フォローはわしに任せておけ。Thank you.
将譲りのパワー受けてみる？まずは落ち着いて相手の動きを見極めるのじゃ。相手がどんなに強者でも付け入る隙は必ずある。はい、千代婆様。我が孫が悪党に身を落とすだけならまだしも、里を裏切り三度まで風影に手をかけようとは。三度？ガーラの父、四代目風影を殺したのはオロチマルじゃった。それを手引きしたのはこやつじゃ。おいおい、四代目っつうのは知らないぜ。確かに暁ではオロチマルと組んでいろいろやったが。オロチマルのことを知ってる？任務開始。私が捕まえる。どんな抵抗されようと、どんな手を使われても、絶対にオロチマルのことを吐かせてやる。ほう、そいつは楽しみだ。さあ、不仏と思うて侮るではないぞ。生身の人体から作った一不仏は生前のチャクラを宿しておる。つまり生前のそのものの術を扱うことができるのじゃ。大丈夫です。私には師匠譲りの魔剣気が嫌というほど仕込んでありますから。ちょっとよ、やってやろうじゃない。女だからって舐めるんじゃないわよ。さっさとかかってきなさいよ。三代目風影をばらされるとはな。仕方がない、あれを使うか。あれは本当に久方ぶりだ、自分を使うのはな。せっかくだ、お前らはじわじわとなぶり倒してやる。待て、逃げるな。感覚が、どうやら何かからくりがあるようじゃの。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。サソリよ、出てこい。女を前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。キリがない。よし、方向感覚が元に戻った。よくやったサクラ。さ、サソリを追い、赤ひぎ百鬼の総炎、
まずは歓迎の挨拶だ。こいつらの相手をしてもらおうか。君は禁物じゃぞ。サソリよ、出てこい。女を前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。火を出してくるとはな。さすがにこの数きついよね。焦りは禁物じゃぞ。サソリよ、出てこい。女を前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。まさか百鬼を出してくるとはな。結構やるじゃないか。それじゃあこいつはご褒美だ。サソリめ、物を増やしおった。サクラ、気を引き締めよう。はい、千代婆様。キリがない。まさか百鬼を出してくるとはな。なんと鮮やかな。サソリよ、出てこい。女を前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。さすがにこの数きついね。サソリよ、出てこい。女を前に姿を隠すとは無粋なやつじゃ。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。焦りは禁物じゃぞ。サソリ、出てきなさい。隠れてるなんて卑怯よ。ここまでたどり着くとはな。大した小娘だ。
り切ったんだよ。さあ吐いてもらうわよ。オロチマルについて洗いざらい。聞いたところでここから生きて戻れると思っているのか。できる。私はこんなところで負けるわけにはいかない。サクラ、サソリを狙え。奴さえ倒せば他のクグツもしまいじゃ。はい、ジオバー様。どうだ。我ながら呆れる。小娘と老いぼれ相手にここまで手こずるとは。サクラ、ここで襲撃にしようぞ。クゴは良いか。はい、ジオバー様。サソリよ、これで幕引きとしようぞ。気が合うな、チオバ。俺も茶番はそろそろしまいにしようと思っていたところだ。絶対に諦めるもんか。くだらない。どうせ俺には勝てやしねえんだよ。人間をやめたあんたに私の気持ちなんかわかるもんか。女に浮かんでしまうとはね。サソリよ、さくら、焦りは禁物じゃぞ。どうした小娘、俺を倒すんじゃなかったのか。やった、サソリ。任務達成。見事としか言えねえな、この俺を。しかし参ったな。これからオロチマルのやつを始末するはずだったんだがな。答えて、あいつはどこに。サクラ、ようやく聞いてきたか。これは、お前、毒を。強烈な毒だ。もうそいつは助からないぜ。我慢しろ、すぐに終わる。無駄なことを。今さら医療忍術を使っても遅いぜ。今やっておるのは医療忍術ではない。己の生命エネルギーをそのまま分け与える転生。転生忍術だと。そもそもこれは親を亡くし親を傀儡とすることで寂しさを紛らわせていた。お前のために編み出した術。
術を使えば、クグツにすら命を吹き込むことができる。くだらねえ。大丈夫か、さくら。まあいい。くだらないついでに、そこのガキに無駄なことを教えてやる。お前は、オロチマルのことを知りたがっていたな。だったら、草隠れにある天地教に行け。天地教？オロチマルの部下に、俺のスパイがいる。そこで、そいつと落ち合うことになってる。あとは、お前ら、次第。転生忍術か。くだらねえな。何もかも。本当に。くだらねえ。やりましたね、千代婆様。サソリ。